完全に日本復活の流れがやってきています。お疲れ様です。パーソナリティのマヤです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、世界が大英断、世界の企業が続々と中国から日本へやってくるをお送りします。中国はもういらないと判断する世界的大企業たち、ここ最近世界の有力企業が中国から続々と撤退してきています。中国は1990年代以降、その人件費の安さから世界の工場としての役割を担ってきました。世界のあらゆる企業が中国の工場で製品を生産してきたのです。しかし近年は人件費の上昇や環境規制の強化などによりその役割を失いつつあります。世界、そして日本の大手企業が続々と撤退を表明しています。例えば2023年8月3日には花王が中国でのおむつの生産を終了するとともに80億円のリストラ費用を計上すると発表しました。つまり大規模なリストラを実施し中国からの撤退を進めていくということです。さらに米国の自動車大手フォードや半導体大手インテルも中国での人員削減を行っています。フォードはさらなるリストラの可能性も示唆しており、この流れはどんどん加速してきそうです。これまで中国とべったりと寄り添ってきた韓国でもサムスン電子や LG 電子が中国での生産規模を縮小すると発表しています。そしてこうした動きは建設機械のような大型のものにも及んでいます。米国のキャタピラーはリーマンショックの後、中国でのインフラやマンション建設の需要拡大に対応するため油圧ショベルなどの生産能力を大幅に増やしてきました。しかし今年8月には中国の需要が予想以上に減少していると発表し、中国での生産能力を削減しコストを抑える方針を明らかにしました。日本のコベルコも同様に中国での生産能力を縮小しました。このように西側諸国のほとんどの国が中国から抜け出そうとしており、その領域は軽工業から重工業、 IT 先端技術まで多種多様な分野にわたっています。こうした状況は日本の経済にとってプラスとマイナスの両方の側面を持っています。まずプラスの側面ですが、それは多くの企業が日本に投資をし始めていることです。特に半導体分野では台湾や米国などの企業が日本に新工場を建設しています。今後半導体に限らず多くの工場が日本に建設されていくものと考えられ、これにより雇用が増え経済が今よりも活発になる可能性があります。逆にマイナスの側面は何かというと、中国への輸出が減っていくだろうということです。韓国よりはマシとはいえ、日本にとって中国は大きな貿易相手です。そのため中国への輸出に依存しているという企業も少なくありません。こうした状況で中国経済が落ち込めば日本からの輸出額は縮小していくことが予想されます。さらに最近は福島原発の処理水に過剰に反応し、日本で採れた水産物を全面的に輸入禁止としたように中国の反日感情も高まっています。そうしたことを考えると日本から中国への輸出の規模は減っていき、米国や東南アジアへの輸出が拡大していくこととなりそうです。このように脱中国の動きはプラスの側面とマイナスの側面がありますが、全体で見ればプラスに働いていきそうです。では私たちはこの機会を逃さないために何をすればいいのでしょうか。まず政府は中国のリスクを優先的に回避すべき産業を明確にし、国内回帰への施策を積極的に取り組むべきです。半導体をはじめとする中国のリスクが大きな障害となる分野について日本で生産するように促す必要があります。特に日本はその生産技術が世界トップクラスに高く世界中から信頼されています。そのため今の脱中国の動きは日本に大きな利益を運んできそうになっています。精密で高品質な日本の製造技術へのニーズが急上昇。先ほど少しご紹介しましたが、最近特に半導体における日本での生産が活発になってきています。例えば TSMC は熊本県に工場を建設しました。この大規模投資は地域経済にいい影響をもたらし、多くの産業が集まるようになっています。また北海道千歳市ではラピダスという日本の大手企業8社の出資で設立された先端半導体製造会社が5兆円を使って半導体工場を建設する計画もあり、人々や資金、資源が次第に集まってきています。
さらに米国の半導体大手マイクロンテクノロジーも次世代のメモリー半導体生産のために日本へ5000億円の投資を決定しています。他にもインテルも日本への投資を強化する方向で検討中であると報道されています。このような動きは中国の世界の工場のイメージが失速している一方で、日本の精密で高品質な製造技術へのニーズが高まっている証拠です。2023年度の設備投資の動向を見てみると、全産業の投資計画額は前年度と比べて 16% 増の約31兆6000億円となっています。史上初めて30兆円を超える見込みとなっており、どんどん日本に投資をしようとしている企業が集まっていることがわかります。特に EV などの自動車関連への投資や AI などの生産性を向上させるようなデジタル分野への投資が目立っています。さらには世界中の企業が集まってきていることで採用の強化や賃金の引き上げも起きてきています。このようにどんどん日本での投資が進んでいるのは、円安により日本で生産することのコストが軽くなっていることも理由として挙げられます。中国では人件費がどんどん上がっていっており、これでは日本で生産してもそれほど変わらないと考える企業も出てきているのです。そしてコストが同等であれば、技術力が高く真面目でしっかりとしたものを生産できる日本に拠点を置いた方がメリットが大きいと判断してくれているのです。こうした中で重要となってくるのは、日本政府が米国やヨーロッパと同様のスピードと規模で投資を促進するための支援策を打ち出すことです。大規模な投資をした企業に対しての優遇措置や各地方への誘致活動などやれることはたくさんあります。ぜひこの機会を逃さないために政府には積極的な行動をお願いしたいですね。このような状況には皆さんからも多くの声が寄せられていましたのでご紹介します。日本の反応。外国からの投資が増えることは日本の高付加価値産業にとってすごくいいチャンスだ。確かにこれによって国内の一部の企業が人手不足で倒産することもあるかもしれない。ただ社会全体で見るといい意味での新陳代謝が起こるはず。それにより日本経済は一気に良くなっていくんじゃないかな。耐久消費財や消耗品の分野で中国からの生産撤退が進んでいる。ただホビー関連業界はまだ中国生産を続けているところが多い。そうした業界もそろそろ中国から抜け出した方がいいと思うんだけどね。日本の生産年齢人口が急速に減少している状況で、単純な労働が中心の工場を国内に呼び戻すと全体の生産性が下がる可能性が高い。だからアップルやキーエンスのような企業が行っているように、研究や開発、企画、設計などの高度な業務は日本国内で行い、生産だけは海外に委託する方が効率的じゃないかな。単純労働に依存する産業の比率を減らし、高度な専門知識が必要な産業にシフトしていくのがいい。中国での人件費が上昇しているため、工場を他の東南アジア諸国に移転するのは自然な選択と言える。政治的な不安定性、例えば台湾の状況を考慮すると、複数の国に分散して生産することも重要だ。また日本の生産技術が進化しているので、国内での生産に戻る選択肢もある。いずれにせよ、今後も中国からはどんどん離脱していく企業が増えていくだろうね。円安は悪い部分もあるけど、こうした国内回帰っていう意味ではプラスの面が大きい。これまで中国で生産してきたような企業はどんどん日本に戻ってきてほしい。そうしたらものづくり大国としての復活が期待できるからね。中国から日本へか。それだけ日本での生産コストが安いってことで、ちょっと複雑な気持ちだけど、それにより景気が回復するならありがたい。あとは日本製が増えていくっていうのも嬉しいね。やっぱり国産の方が安心だからね。エアコン市場でも日立やダイキンといった企業が国内に生産拠点を新設している。こうした流れはこれからも続いていくだろうね。日本人としては本当にいい流れだと思う。そして世界にとっても日本製が増えることはいいことだと思うしね。地産地消は輸送量の節約になるし、日本の景気回復にもつながる。多くの企業がこの動きに乗ってほしい。そうすれば長年の不況も終わっていくはずなんだから。中国から日本への流れは止まらない。中国は多くの経済的社会的課題に直面しています。
すでに不動産バブルが崩壊し始めている状況に加えて、少子高齢化も進行中です。これらは労働力の減少という問題を引き起こしています。さらに大都市への人口集中が進む一方で、貧富の格差が拡大しています。こうした状況が生んでいる経済的な弱点は、工場や外貨が海外に流出してしまう可能性を高めています。共産党の支配が強まる中、かつて資本主義国から注目されていた香港をはじめとする特別経済地域でさえ、地政学的なリスクが高まっています。このような状況が続くと、今後数十年は中国経済は不況の底に沈みそうです。一方でこの状況は、日本にとって新たな機会をもたらすかもしれません。日本企業は戦略的に今後の展開を考えるべき時期に来ていると言えそうです。そこに日本政府の後押しも期待したいですね。あなたはこうした中国から日本へ企業が移動し始めていることについてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。